何度も走っておりますが、今時こんな工業地帯があるんだなってぐらい。これは何なんでしょうか。火力発電所なんでしょうか。燃え燃えです。何なんですかね。これマジじゃねえかってぐらいものすごい煙が出てます。すごいなこの煙火事じゃないの。すごい煙が出てます。はい、ただいま青い橋を通過中です。おお、結構雄大ですね。名工潮見通過中です。ということで、ただいま山陽自動車道辰の西インター出口付近を走行しておりますが、やっぱりこの辺まで来ると空気がもう全然違いますね。空気がすごく美味しい木の匂いが、葉っぱみたいな匂いがしてすごく気持ちいいです。交通量も少ないですね。やっぱ都会は便利な分、大阪、神戸あたりまでは、神戸の辺までは車の量も結構多かったし、空気もやっぱ悪いですね。なんかもう工場とかがすごくてね、ここら辺まで来るとだいぶ空気もいい感じになってます。交通量も程よい感じ、ストレス感じないレベルですね。なんとか夕方までに現地に着きたいと。現地っていうのは、降りるインターの手前の熊本まで着こうと思っております。
ご乗車のお客様にお知らせします。高卒や凍結の恐れがある方では、凍結防止剤の散布作業を行っているところがありますので、前方の作業者に注意しご通行ください。海洋ラジオ北熊本よりお伝えしました。午後10時35分現在の道路交通情報をお知らせします。